皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はレーザー兵器についてです。レーザー兵器というとアニメや漫画もしくはスターウォーズのような映画の世界の中でビュンビュン飛び交うようなものを想像する方もおられるでしょう。そしてそのような話の中で登場してくるので、これは私たちの世界には今ないものだというふうに考えている方もおられるはずです。ところが現実世界においてはすでにこのレーザー兵器というものは実用化されています。まだまだ一般的な話題ではないのですが、米中の新冷戦構造というものが現れてきているこの時期においては非常に注目されやすい話題だと私は思いました。それでは関連のニュースを見ていきましょう。アメリカ海軍、太平洋で新型レーザー兵器の実験成功、無人機を破壊。アメリカ海軍太平洋艦隊は22日、飛行中の航空機も破壊できる高エネルギー性能の新たなレーザー兵器の実験を艦船が実施し、成功したとの声明を発表した。この兵器システムの初めての実験とする画像や映像も公開。ドック型水陸両用輸送船、ポートランドの甲板上にある兵器で、空中の小型無人飛行機、ドローンを無力化する様子などが収められた。無人機が燃えているような映像もあった。実験者詳しい海域には触れなかったが、太平洋上で今月16日に実施したことは明らかにした。この兵器の性能は明かしていない。ただ、イギリスシンクタンク国際戦略研究所は2018年の報告書で出力は 150kW としていた。ポートランドの艦長は声明で、海上での無人機や小型航空機に対する実験により、我々は潜在的な脅威に対抗し得るこの兵器の貴重な情報を得られるだろうと説明。新たな先端的な能力を踏まえ、アメリカ海軍のための海上戦闘の再定義を図るとも述べた。アメリカ海軍は、レーザー兵器は無人機や小型武装艦艇に対する防御で効果的であり得るとも指摘した。CNN は2017年、中東のペルシャ湾上でアメリカ海軍水陸両用輸送船ポンスに乗船し、30kW の出力を持つレーザー兵器の実射訓練を取材したことがある。レーザー兵器担当将校は当時、レーザー兵器の仕組みについて、大量の光量子を接近してくる物体に浴びせると説明。風の影響や相手との間の距離を含め、懸念する材料はない。光の速さで標的に対応できると続けていた。ニュースで紹介されていた船やもしくは攻撃の様子などについては動画があります。その動画のアドレスというものは動画説明欄の中に記載しておくので、後でご覧ください。そして、なんだかこの色おかしいなと思った方もおられるでしょう。いわゆるレーザーというものは漫画やアニメのように水色をしていたり、色がついているわけではありません。ですから、そういった色がついていないものを色がついているように見せるようなフィルターなどをかけているのでしょう。そのため色合いが普段とは違うものになっています。まあ、そういった具合にしてレーザーというものが実用段階に入って兵器として配備されるようになってきたんだよということをわかるニュースだったわけですが、現在のところはまだ万能の存在ではありません。艦船に積んだ場合であれば、船に近づいてくるドローンを撃墜したり、もしくは近づいてくる武装船について攻撃したり、そして飛んでくるミサイルに対処しようといったものです。もちろん陸上の方がより大きな出力を出せるでしょうが、実際のところ艦船に積んでいることというのは非常に大きな意味があります。それはなぜかというと、レーザー兵器の利点にあります。レーザー兵器の利点といえば何といっても弾数制限がないということです。船が動いている時には常に電力を供給した状態ですから、その電力を使って何発でも撃つことができます。これは船の中に積んでいるミサイルや弾薬などに比べれば、はるかに消耗のないものであり、実際の戦闘においても弾数制限がないというのは非常に大きな利点となるでしょう。この利点が大きく活かされるのが、何といっても安価なドローンを使った飽和攻撃に対応する時です。現代におけるドローンというものは値段の高いものから安いものが様々あるわけですが、特に値段の安いものを使った飽和攻撃というものは非常にコストがかかります。例えば家庭用のドローンであれば10万円ほどからありますが、船を襲うためのドローンであればある程度の積載量が必要でしょう。そのために使われるような軍用のドローンというのはまあ100万円ぐらいはかかるでしょう。しかし100万円のドローンで大きな打撃を与えられるのであれば、じゃあ10機用意しようか20機用意しようかといったことが比較的簡単になります。しかしそれを撃ち落とすために何かミサイルのようなものを使っていれば、費用負担というものが守る側の方がどんどんと高くなってしまいます。
そういった意味においては、安く電力だけで次々と撃ち落とすようなことができれば、レーザー兵器を導入する意味というのは非常に高いのです。そしてこのレーザー兵器を使った一発一体いくらなんだろうかといったニュースを見ていくと、まあ一発100円ぐらいじゃないかといったものも記事として出ています。本体価格は高くても一発一発にかかる値段というのは電気だけであると考えればそれほどおかしな話でもないでしょう。このレーザー兵器というものは未来においては様々なものに応用が効くものです。例えば今船に積んだものという話をしているわけですが、この先にあるのは戦闘機に積んだもの、もしくは戦車に積んだものといった具合にして他のものへの転用というものが考えられています。特に重要なのが戦闘機に積む場合です。現在戦闘機には機銃がついていたりするわけですが、この機銃をレーザー砲に変えることが大きな意味があると言われています。それでは戦闘機にレーザーを装備して一体何に使うかといえば、それは自分の身を守るためというのが一番大きな用途となるでしょう。これまで自分に向かってくるミサイルをどうするかというのは基本的にはミサイルをごまかして逃げ切るという方法がほとんどでした。しかしミサイルそのものをレーザーで攻撃することによってこれを無力化することができれば、戦闘機が相手陣内に入って活動することができると言われています。ですからレーザー兵器の開発が進んでいけば兵器の在り方そのものも変わっていくだろうと言われています。しかし現在のレーザー兵器というのは決して万能な存在ではありません。そもそも値段が高いという問題もありますし、その用途や出力などについてもまだまだ開発が進むでしょう。そしてそういった意味においては生まれたての兵器というものは弱点は多く抱えているものです。例えば今陸上戦において歩兵が持つ兵器として一番標準的なものといえば銃があるわけですが、この銃というものも生まれてきた当初というものは欠点だらけでした。例えば戦国時代において火縄銃というものが出てきたわけですが、決して火縄銃が出てきたからそれ以外のものすべてを駆逐したかといえばそういうわけではありません。特に職における火縄銃というのは扱いが非常に難しいものでしたし、一発撃ったら次の弾を撃つのに時間がかかるという大きな欠点を抱えていました。一発さあ撃ったぞなんてこった外してしまったとなったら、後ろの人が用意したものをさあ次に撃ち返るなんていうようなことをして、運用方法を改善することによって少しでも使いやすくしようという努力が行われていました。しかしそのようなものだけでは弓矢の方がまだまだ実用的であったという時代が長くありました。もちろん戦国時代後期においては銃を大量に運用するという運用方法を大きく変更することによって戦国時代においても銃の威力というものはどんどんと増していったわけですが、しかしそれでもなお刀というものを全て奪い去るほどの発展は見せませんでした。そのため江戸時代に入っても武士は刀を持ち続けたのです。幕末においてもまだ銃とそして刀を持った人が戦うという非常に混沌とした時代がありました。そのようにして兵器というのは生まれたての頃というのはまだまだ洗練されておらず、昔からある兵器というものをなかなか駆逐できないものです。レーザー兵器にしてもまだ生まれたばかりであり、従来の弾を撃つというような銃砲と混在する時代はある程度続くことでしょう。しかしレーザー兵器の発展がどんどんと進んでいき、もっと安く、そして威力も上がり、そして射程も上がり、取り扱い方法も向上しといった具合にして様々な発展をすることによって兵器の概念は大きく変わっていくはずです。なお今回は米軍の話でしたが、同じように米軍が作ったんだったら他の国でも開発というものはどうしても進んでいくものです。兵器というものは一番最初に作った国というのが発展が進んでいくわけですが、他の国が別に黙って見ているわけでもありません。特に日本などにおいてはこうした消耗する弾というのをいつも厳しく制限されていることがあり、レーザー兵器のように導入することができればあとは何発でも撃てるよといった安価なものができれば今よりも多くの訓練ができるでしょう。そういった意味でも日本においてもレーザー兵器を開発する意義というのは非常に大きいでしょう。もちろん日米関係のことを考えるといずれはお下がりを売ってくれるような時代になるかもしれませんが、その時においても非常に高い値段で売りつけられるというのはかなり想像が簡単なことで、日本独自で開発をする意義というのもあります。また今回はかなりマイナーな話題、軍事的なニュースというものはあまり一般的なニュースではないわけですが、現在の米中冷戦構造に私は進んでいくと思っているこの状況下においては、やはり米軍の方に兵器の一律の長があるというのは一般的なニュースとしても大きな関心を呼ぶのではないかと思います。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご覧いただきありがとうございました。
チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。